はいどうも、恋のときめき戦士1号クレイです。よろしくお願いします。さあということで、もうこの挨拶もですね慣れたものでございまして、もう今日で多分半分ぐらいが終わりなのかな。土曜日から始まってる罰ゲームで1週間なんで、まあもう少しかなという感じなんですが、ちょっと今日はですね動画の本編に入る前にお知らせがございます。ちょっとプロスピース関連ではないんですが、本日21時からですねエイペックスレジェンズとかもろもろね配信をされております渋谷春さん、 VTuber の渋谷春さんの主催のカスタムマッチ、通称渋春カスタムですね。はい、こちらに、出場させてもらうことになりました。メンバーはですねマリオカート実況で有名なボスナさん、あとはホロライブ所属の VTuber アステルレダさんと一緒にね、出させていただく形なんですけれども、今日本番21時からね配信の方 YouTube でやりたいと思ってますので、お時間ある方はよかったら見に来てください。でね、これなんでこのプロスペースの動画の中で宣伝したかというと、そのチーム名が僕の Twitter の名前、これ今罰ゲームになっているこの恋のときめき戦士というところから取って、恋のときめき戦隊っていうチームでやるんですよね。まあなんでよかったら、時間ある方はねそちらの、配信も見てください。ってことで、お知らせの方は以上でございまして、ここからね本編やっていきたいと思うんですが、今回は昨日から追加になっているドラフトスカウトですね。はい、こちらを、追加ガチャ回しやっていこうかなと思います。昨日はね小森ドラフトスカウトの方を、Sランク出るまで回して、まあかなり早くに出ましてですね、その後ですね、こっちの通常のドラフトスカウトも回していったんですが、こっちもねかなり、あっさりと出せたっていう、あっさりと出せたっていうか Sランクが2枚引きするっていうね、非常に素晴らしい展開だったんですが、まあ狙いの選手はまだまだ全然ね引けてないという状況なので、ここからね追加ガチャ会やっていきたいと思います。ということで、もう早速ね本編やっていきましょう。さあということで、ドラフトスカウト自チームね、これちょっと迷ったんですよね。正直ね今回欲しい選手で上沢選手も欲しいんですよ、リアタイ要員として。まあリーグでももちろん使えるかなとは思うんですけど、上沢投手去年のねシリーズ2かなり強いと言われてたものを僕自身は取れていないので、まあ、GSC の中でもねたくさん使ってた方がいたピッチャーなんでね、個人的にも欲しいなと思っているところではあります。ただまあ昨日の動画の最後でですね、こちら阪神西選手とあとは A ランクの佐藤輝明選手ですねが昨日から排出開始になっているというところで、まあ欲しいなと思っていますので、まあ、とりあえず自チームまずは阪神で西選手狙い、そして佐藤輝明選手狙いでやっていきながら、もし早くに引けたら上沢投手も狙っていくっていう流れでいこうかなと思ってます。はい、ということで右上ご覧ください。とりあえず今ですねエナジー的には3000エナジー用意してきました。なんで一応120連分、ドラフトスカウトで言うと132連分かな、用意をしてきました。ということで、まあ、回していきましょう。で今回なんですけど、ちょっとこれねリセットしようかな。昨日の最初の11連がめちゃくちゃ良かったんで、まあ1位だけを考えたらねこのまま回していってもいいんですけど、他を考えるとここはもうリセットでいこうかなと思います。はい、ということで真っさらな状態からね今日はスタートしていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。いやでもね最近本当に阪神の、おっちょっと待って、ちょっと待って、まだ俺喋ってないんだけど、阪神の運がすごすぎるんで今日はいける気がしてるんですよねって今言おうとしたんだけど、ちょっと待って、この演出も来ちゃいますか。昨日もバッといきなり当たったんだよね。ということは、でも今の時点でもう自チームの2位は確定ですよね。なんで阪神の S ランク持ってないところが来るのは確定。昨日も11連目で阪神の選手を2枚抜きしてます。いや待って、マジで信じらんないんだけど。行きましょう。さあどこで来る、3枚目。おお、大山選手、そっちか、また2位か。まあでもこれも嬉しいかな。嬉しいけど、でもエキサイティング出るんですよね大山選手。そっちが欲しいなって思ってるところはあるんで、まあまあというところですが、でもまあこれも嬉しいな普通に。ちょっと待って、信じられないんだけど、運が良すぎる。てか2位の引く運が強すぎるですよね、これ2位だもんね。うわマジで、ちょっとこれもう1回リセットでもいいっすか。まさかの2度リセット案件、これなかなかないよ。いきます。自分でもびっくりしてるんだけどさ、今これ阪神の S ランク相当多分もうね持ってないとこ、でもまだあるな。15選手出てるうちの7選手か、7選手持ってるって感じですね。なんでまあ半分ぐらいは未所持なのか、阪神が出れば。なるほど。いやでもやっぱ西さん欲しいな。西選手以外で言ったら、まあ近本選手が守備範囲広くなってるんで欲しいですけど、まあでもやっぱ西さんだな今回は S ランクで言うなら。というよりあと A ランクが来ないっすね。佐藤輝明選手を今回ね求めているところはあるんですが、さあさすがに3連続ないかな S ランク。ドラフトスカウトでもまあ最近今年はかなりなんか、おおちょっと待って、 2.5% そんな低い。毎回毎回リセットしてるんでかなり確率的にはいいんですけど、もちろん、とはいえちょっとすごすぎるわこれ。そしてこの中谷選手ね、写真なんとかなんなかったのか問題の中谷選手。はい、ありがとうございます。さあ
どこで来るんだ。でも自治面差なかったっすね、さすがに。ただこうなったら全然他球団の選手でオーダー入るとこ来てくれたら全然嬉しい。さあ7枚目、おお、ライア、え、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。今回追加のエース枠、自チーム阪神では全然なかったですけど、え、めっちゃ嬉しい。正直小森ドラフトスカウトの中で結構上位で狙っていた選手の一人。え、ライアン激アツ。これね、僕自身かなり久々の継承なんですけど、はい、こちら、2018年シリーズ2から継承してませんでした、ライアン。この時は全道地で出てるんですよね。でそれに強心臓っていうね、称号がついてるんですが、まあこの時のようにさらに強いオール A での全道地をね、今回は決めれるということなので、まあそこをね目指してまたちょっとやっていきたいなと思います。いや、ライアンはちょっと久々にリアタイでも使ってみようかな。はい、ということで、どうしよう。これはでもまあ続行でもいいのかな。いやでもS ランク出たんだよな。リセットしますか。ちょっとこんなリセットすることないよ、マジで。なんか違うガチャ引いてるみたい、マジで。行きましょう。さあ、3度目のリセット。4連チャン S ランクあるかな？白。いやー、まあ、さすがにないっしょ。ねえ、さすがに多分ないと思うわ。うん、さすがにないと言いつつも、自分の心の中では期待してるみたいなやつですけれども。さあ、どうだ？はい。いやまあさすがにそりゃそうよ。いやなんか安心したわ、ちょっと安心した自分もいます。はい、いやーでもあとはもう佐藤選手の A ランクが欲しいな。いやーでもなんかオール B な気がするこれ。おかわりくんの絵ね。はいはいはい、まあ悪くないですね。おかわりくんは今年 TS 来るかな、どうでしょうね。今のところサードはまだセーブ出てないので、 TS はまあ全然可能性はあるかなとは思うんですが、まあでも前回野手尾関選手が出ましたよね。まあまたタイムスリップ第3弾予想は今月ちょっとね、エキサイティングもあるんで出すタイミングがなかなか難しいんですけど、中旬ぐらいには出そうかなと思っています。さあ、バット当たらず調子くん飛んでにっこり来ない。まあじゃあちょっとやっと雑談ができるんでエキサイティングの話でもしますか。エキサイティングね、まあ、日本ハムの選手は確定しまして、残るがヤクルトかな、というような形になっていると思うんですが、多分ねヤクルトの選手発表当日かな。なんか前もね当日に発表だった年があったと思うんですよ。去年かな、去年ソフトバンクが確か最後だったかなと思うんですけど、当日発表とかだったと思うので、まあおそらくちょっと全員選手確定みたいな動画は撮れないかなと思うんですけど、まあちょっとヤクルトの選手が誰になるかというところも含めた予想プラス、まあ確定の選手のまとめ動画みたいなのは、ちょっと作ろうかなと思っておりますので、まあ今週中にはそれが出せるかなと思いますので、ぜひお楽しみにね、していただければと思います。ということでオール B。 いやでもエキサイティングな、まあちょっと例年に比べるとまああんまり引く気にならないっていう方も多いのかもしれませんが、まあでもそれもねポジションかぶりが結構あったりするのはもうなんかいろいろ大人の事情でしょうがないのかなっていう気もするんで、まあなんともなっていうところですが、あれちょっと引きが止まってきたな。おっと、ぜひ皆さんのエキサイティングの予定なんかもねコメント欄にて書いていただければ嬉しいなと思います。さあちょっと引き止まってきたね完全に。お、あー、いやちょっと待って、佐藤選手の A が1枚も来ない。ちなみにまだあれですよね、梅野選手も引いてないよね。まあでもちょっと佐藤選手の A ランク欲しいですね。今回のまあメイン企画は西選手を狙うっていうとこですけど、まあそれと同等ぐらいに佐藤選手の A ランク欲しいっていうのがあるんで、覚醒もね結局多分佐藤選手2枚ぐらいしか取れなかったんでね、ランダムで2枚かな佐藤選手とかだったと思うので、まあセレクションまでには集めておきたいというところなんですが、全然来ないな。岩崎選手の A、 阪神の確定の部分かな今のは。さあ A ランク出てきた。おおっと、岩崎選手がかぶっていく、ドン。おお、坂本選手の A、 坂本選手の A は何枚やっても嬉しい。はい、さあということで、ちょっとそろそろ S ランク来てもいいんじゃないか。1回リセットしてる以上もうだいぶこれ S ランクの確率上がってきてるはずなんだけどな。あれれれれ、あれれ、飛んでにっこり。おっと、ちょっとさすがにドラフトスカウトはそんなに甘くないというところをしっかりとね、しっかりドラフトスカウトの厳しさも、まあ、見せていくというね気になってますが、あー梅野さん出たか。まあ梅野選手の A もねこの新しいもの1枚持ってなかったんで嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、こうなるとちょっと佐藤輝明選手の確率が下がっちゃいましたね。あれ減ってない、あ今の5位だったのかな。あららら、あラッキー、じゃあ大丈夫だ。新選手の A ランクなんで梅野選手も一応新選手対象なんですけど、佐藤輝明選手か梅野選手かどっちかが、4位かなが引ければ確定という感じですね。3位か4位どっちか忘れた。さあ
お願いします。さあそろそろ S ランク月は出てたよ。あーでもこれ飛ばないな。はい、いやまずい。ちょっと沼ってきたな木南選手。これも自チームどうかな。 A から B。 さあどうでしょうか。7、8、9、10。あれダメっぽいな。自チームはどんどん減ってきますね。5位のところでね佐藤選手いけたら熱いななんて思ってたんですけどね。ってことであっさりともう3000エナジーあったのが残り30連になっちゃった。早っ。さあ月出てる。いやもう一回ぐらいは S ランク見たいっすよね。さすがにもう一回 S ランクは見たい。ちょっと出落ち感否めないよな。最近なんか動画展開が出落ちなんだよな圧倒的に。あれもう全然飛ばなくなってきた。でもねドラフトスカウト割と S ランク演出なくても来るとき来るんでね。5枚目、マッチの A 松田選手ね。この間ハマスターに僕めちゃめちゃ久々に試合見に行ったんですけど、ソフトバンク DeNA の試合見てたんですけど、松田選手の声が三塁側のスタンドでね見てたらめちゃくちゃ聞こえる。すごい。もう一人だけ声の大きさがレベチでしたね。やっぱりなかなかこうファンのね大歓声っていうのもないんでって言ってたら S ランク来た。ありがとうございます。これは松田選手運んできてくれた S ランクかな。じゃあ行きましょう。これで西さん出したいな。うん、そろそろ西選手は引けてもいいんじゃないかな。行きましょう。自チーム演出ファンはなかったけど、ファンはなかったけどバット当てて自チームニューを確定させたい。まずはまあでもさっきのライアンみたいなね引きでも全然嬉しいんで、まあ、それを狙っていくのもあり。さあどうだ。バットあー当たらんか。じゃあ自チーム薄いかな。まあでも全然可能性ある。あら1枚っぽいな。流れ星の時点で2枚欲しかったな。まあ OKOKOK。 さあ3枚目。おー糸井選手2位かーなー多分。しかも自チームのニューは引いたんだな。演出はなかったけど、うわ惜しい。惜しいっすね。めちゃくちゃ惜しい。7。あー来ないかな。来なそうっすね。はい。あ3位なんだ。へえ2位じゃないんだ。なんか今日こういう引き多いね。ということで一応ラスト11連分なんすけど、いやどうしようかな。まあでも結構沼ってきたけど、これまだ引きたいっすね。もうちょっと引いときたい。お来た。じゃあもうガチャはこれで終わりにしよう。これで西さんが引けなければちょっとラストミキサーします。いやもうガチャはこれにしよう。ガチャはこれラストにしよう。えやばくない。自チーム演出を今日だけで2回、このガチャで3回見れた。しかもなんか2枚引きありそう。どう。あバット当たらんかった。でもにっこりすれば2もあるんじゃない。おある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 。まあでもここまで結構沼ったんでね、最後にリセットしてから2枚引き全然ある確率。行こう。2枚目。おおやったー佐藤選手の絵やっと来た。嬉しい。待ってました。やっと1枚引けた。 OKOKOK。 いやこれはめちゃくちゃでかいっす。うんめっちゃ嬉しい。なんとか極まる分 A ランク集めたいっすね。さあどこで来る。 S ランク問題は S ランクどこ。あらあ1枚かな。8枚目。いやー太田選手。いやでもこれもう1枚っすね。自チームじゃないもん。太田選手のこのポーズもなんか2回ぐらい見た気がするわ。さあ行きましょう。違う。どこで来る。あれラストかな。11枚目。行きましょう。多分ここ S ランク来る。しかもニュー自チームの阪神の。いや頼む。西さんが欲しい。お願いします。はーい。よーし。さんが欲しい。お願いします。はい。よっしゃー来たー。嬉しい。いやもう今回はこれが狙いでした。あー嬉しい。まあなかなか沼りましたけどね。まあでも3000エナジーでとりあえず S ランクの狙いと A ランクの狙い1枚ずつ確保できましたし、まあ、小川投手とかもね引けたんで、まあ良かったかなと思います。いやーでもやっぱこのアカウントの阪神は強いということが改めて証明できたんじゃないでしょうか。ぜひ良ければ阪神ファンの皆さん高評価とチャンネル登録お願いします。阪神ファン以外の方も高評価チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。